それでは高知大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。段落は9個で、設問形式がこういう感じになっております。これは全部いけるかと思いますので頑張っていきましょう。さみさん、第1段落と第2段落でございます。こちらに関する設問は後でご覧いただきますので、ひとまず一読をお願いします。さみさん、問いの1番でございます。皆さん、第3段落途中で画面は終わってますが、この最初の3行ぐらいですね、ここを確認すれば問いの1番答えが出るかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、このドクターローラ・アンさんですが、ここに書いてますよね。子供が第二言語を学習するのは早すぎるということは決してないですよ。ですから非常に前向きな意見をお持ちでございます。で、それで皆さん、下線部1なのか下線部2なのかということですが、下線部1番ここですね。 Worrying Trend、 もう心配で仕方ないんですね。で、皆さん、下線部2番はこの辺りでいけそうですね。より若い時、より幼い時に言語を学習する、そして皆さん、この機会を Take advantage of、活用するのは皆さん wise、 賢明だと書いておりますので、こちらの早すぎることはないという意見と同じですよね。ですから、まず問いの1番の正解の書き方ですが、一つ目はこれですよね。下線部2のような人々の考え方というふうに書くことになるかと思います。で、あとは皆さん、こちらですね。その考え方を説明せよということですから、該当箇所はこのオレンジの三角括弧のところですね。ですから特に字数制限はないので、ここを和訳していただけると大丈夫かと思います。で、皆さん、この後の解説とか模範解答はホワイトボードで行いますね。サブさん、該当箇所を書き出してみました。そして皆さん、模範解答下に書いておりますので、これを皆さん見ながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。まず先頭、このオレンジ色のところでございます。まず一つ目はこちらですね。 Younger という比較級がしっかり書いておりますので、こういう訳し方がおすすめでございます。年齢がより低い方とか、幼い頃の方、こういう感じで訳していただいた方が綺麗に決まるかと思います。ですから、年齢がより低い方がうまく言語、もしくは言葉を learn。で、これもう学ぶでもまあ別に悪くはないんですが、もし学ぶでうまくいかなさそうな場合は、覚えるとか身につけるという訳し方を採用していただけるとうまくいく可能性がございます。もちろんこのあたりは後でまとめますので、今聞いておくだけでいいですからね。ですから、子供たちは年齢がより低い方、幼い頃の方がうまく言語を覚える、もしくは身につけるのは自然、もしくは当然なので、親は to 不定詞以下をすることが賢明です。で、to 不定詞以下はこのあたりから言っていただけるといいかと思います。この機会を利用する、もしくは活用することが賢明だ、という考え方、みたいな感じで締めていただけるとよろしいかと思います。ですので、これを参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら問いの2番で空所あでございます。これの検討をお願いします。これはもう真ん中にあずあずがございますので、比較の対象になってますよね。で、皆さん、あずの左側遡っていただけますと、まず最初に一つの言語を学習して、で、その後皆さん2番目の言語を学習すると。で、そうやって段階を追って学んでいく方法と、こちらあずの右側ですよね。もちろん皆さん、ボースと書いておりますので分かりやすいかと思いますが、両方の言語を一気に学習するんでしょうね。ですから、それで選択肢選べと言われたら、もちろん simultaneously、同時にということですよね。ですから、これも as as の比較、これを考えていただけますと、こちらでよろしいかと思います。それでは、続いての段落でございます。まずはこちら、空欄いですね。検討お願いします。皆さん、これは空手の右側に5歳という数字が書いておりますので、一発でいけるかと思います。もちろん正解は Ari。As early as the age of 5。5歳という早い時期にということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの3番でございます。検討をお願いします。これ、下線部の出だしに This という表現がございますので、直前を指していると考えていただけるとよろしいかと思います。ですから、該当箇所はこのピンクの三角括弧でくくったあたり。あとはここどうやってまとめるかということですが、解説はホワイトボードでしますね。さあ、じゃあ書き出してみました。模範解答は下に書いてますからね。でも、該当箇所はすぐわかりましたので、あとは丁寧に和訳をするだけで大丈夫かと思います。で、もちろんこのあたりは苦労することなく、しかも完璧に言語や言葉を learn。で、皆さ
のは先ほどお伝えした通り、覚えるとか身につける、これがおすすめでございます。ですから苦労することなく、しかも完璧に言葉もしくは言語を身につける、もしくは覚える能力というふうに書いていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。一読をしていただいた後、こちら空書うですね、検討していただけるとよろしいかと思います。そこら空書うの右側に B 動詞がございますので、文型は SVC ということで、皆さん主語と保護がイコールの関係になりますので、もちろんあれが正解ですよね。当然 earlier、 ありがたいことに比較級になってますからね。ですから主語が比較級で、保護も比較級になっておりますので、 B 動詞を挟んで前後はイコール、その関係が成り立ちますので、正解は earlier ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちらとの4番お願いします。皆さん、これはこっからの文章を見ていただけるとすぐわかりますよね。 older children と early teens、 そちらの方が better と書いておりますので、皆さん younger children、 こちらの方が授業に向いていないと。ですから、まず学校での英語の授業に向いていないのは younger children というふうに書いていただけるとよろしいかと思います。で、あとはその理由をどうするかということですが、皆さん、授業に向いている older children、 その人たちの理由はこの三角括弧のところに書いておりますよね。ということで、皆さん、向いていない younger children、 その人たちの理由はここを反対にしてまとめればよろしいですね。ですから、このあたりをホワイトボードで解説します。それでは問題答を書いてみました。そして先ほどもお伝えした通り、本文中には older children、これに関する記述しかないので、じゃあ younger children はどうやって書けばいいですかっていうと、本文に書いてある内容を反対にすればいいんですね。まず一つ目は cognitive skills、 本当は認識する技術とか認知能力と一瞬で書ければいいんですが、コグニティブちょっと知りませんという方いらっしゃると思います。ちょっと今日は仕方がないかなって感じがするんですが、結構出くわす可能性が高いので抑えた方がいいかと思います。で、皆さん、認識とか認知ちょっと覚えにくいですという方はこれですね、 recognize、認識する、ここから派生させると覚えやすくなるかと思います。そして皆さん、アテンションスパン、注意する時間とか集中する時間、そんな感じでいいかと思います。そして皆さん、三つ目はモチベーション、これもなるべくだったらカタカナは避けてですね、意欲とかやる気、漢字とかひらがなを使って書いた方が安全でございます。ですから正解は、認識する技術もしくは認知能力が優れておらず、集中する時間が短く、意欲やる気はあまりない、もしくは意欲やる気は低いからというふうに書いていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちらというの5番お願いします。これはちょっとコメントするところがございますので、ホワイトボードで解説をしますね。それでは、書き出したのはちょっとポイントがあるからなんですが、見ていただきたいのはこちら。もちろん become は動詞でいいかと思いますが、出だしが皆さん B 動詞が隠れておりますので、右側は保護ということでよろしいかと思います。つまりここで SVC 文型完結しておりますので、皆さん、右側は全体で M、 つまり修飾語ということでよろしいかと思います。で、皆さん、当たり前といえば当たり前なんですが、皆さん、その M の中で The pronunciation 名詞があれば左側に前置いますよね。ですから皆さん、この文末もそうです。The language という名詞の左側には前置詞がいますね。ですから本来この下線文になっているところ、one area という名詞がありますので、本当は左側に前置詞があればいいんですが、ないんですね。ですから皆さん、ちょっとポイントでございますので、こちら見ていただけるとよろしいかと思います。M の中で前置詞がついていない名詞を見かけたら、左側の語句と同格というふうに判断していただけるとよろしいかと思います。ですから、この下線文の one area、左側の語句はこれですよね。ですから同格ということでございますので、左側の語句と言ってることがほぼ同じ。ですから皆さん、正解はこちらでよろしいかと思います。説問の指示抜き出せと書いておりますので、 The pronunciation of the language、 これでバッチリです。さあ、皆さん、最終段落でございます。皆さん、この空書の A ですね、皆さん、残ってる選択肢、皆さん、この just しかないので、自動的にそれが正解ということでいいんですが、念のため本当に大丈夫かどうか確認をお願いします。皆さん、当然空書の右は expose、 動詞でございますので、 just 副詞、その副詞を動詞にかけていただいても問題ないですよね。ですから、やっぱり正解は just ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。先ほどできた情報で次につながるんじゃないかというところをまとめておきました。まず比較級の訳し方ですね。うにゃうにゃの方、
と訳すとうまくいく場合がございますので、おすすめでございます。しみさん、2つ目ラーンもそうですね。うにゃうにゃ学ぶでもいいんですけども、場合によっては知る、覚える、身につける、こちらで訳した方が綺麗に決まる可能性もございます。そして先ほどお伝えしたこれですね、左側の語句と同格、今日は抜き出し問題で使いましたが、和訳問題とか記述説明問題なんかでも使う場面があるかと思います。で、すみません、もし知らなかったらですね、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取った後はこれですよね、赤シートで隠してスラスラ言える、そこは頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、さあ、これさってください。